皆さんこんにちは、たすがいのアイスです。マインクラフトやっていきましょう。今回はここ、前々回ね、古代都市へ行ったネザーポータルへやってきておりますが、今回はね、この周りで、要塞とかがないかなーっていう淡い期待を込めてちょっと探索してみたいと思います。ここね、戻ってこれなくなるといけないので、ロードストーン、そしてコンパスを持ってまいりました。ロードストーンをまあ適当にこの辺に配置しまして、でコンパスをロードストーンに向かって右クリックすることで、これでロードストーンコンパスになりまして、金床を置きまして、これで名前をつけていきます。こちらネザーコンパス括弧古代都市という名前をつけておきます。これでどこまで行っても帰ってこられるようになりました。それではしっかりと装備をしまして、不死のトーテムを持ちまして、これね、埋めたのだいぶ昔なのでね、結構遠くまで来ているはずなので、どれくらいだろうな、何ブロック来たかわかんないですけど、結構遠くまで来ているはずなので要塞とかあったら嬉しいなという気分でおりますが、さあどうでしょうか。待って、足場ブロック持ってこればよかった、足場ブロック持ってこればよかったですね。足場ブロックないので、ちょっとこの辺のネザーラックとか足場にしつつ移動していきたいところではございますが、こういう時は設定から、ビデオ設定からビオガチャンクをガーンと上げます。これで32チャンクドーン、これでいっぱい見えます。どっちでもいいからね、要塞あってくれたら嬉しいな。ピグリン要塞に関してはもういらないっちゃいらないんですが、わー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 、ソウルスピードだこれ、ソウルスピードがついている。でもこれソウルスピード1だからそんなに酔わない。大丈夫。あ、そういえばソウルスピードの隠された効果、耐久がめちゃめちゃ減るっていう、なんか、そういう効果があるんでした。忘れてました。エリトラで飛んでいきますか。あんまネザーをエリトラで飛ぶの好きじゃないんですが、まあ、致し方なしということで、結構開けてはいるんですが、重い、読み込みが重い。あ、待って、こっち来たことある方だ。こっち来たことある方ってことは来たことがあるとこういうことですね。やっちまった、もうミスった、磁力タッチ変えるの忘れてた。さっき幸運使ってたから。ネザーコンパスが向こうを向いているので、こっち側が行ってない方ですね。お、要塞を発見しました。では要塞行きまーす。帰り道はあれなのであんまり気にしなくていいんですが、まあ、探索だけしてしまえばいいのかなと思いますが、ちょっとやっぱ露天部分多そうな要塞ですね。こっから下降りていけるので、こっからね、下降りていきたいと思います。マジでさ、あばら模様、あばら模様だけが欲しい。あばら模様をめっちゃ下行くやん。さ、左右をしっかりとクリアリング。さ、チェストを発見しましたが、チェストさらにありまして、チェストさらにありますね。3つありますね。じゃ、チェスト開けていきましょう。あばら、へえ、んー、ダメー。さ、そしてこっちのチェストがオープン、いらなーい。さ、次、向こうのチェスト行きますが、あばら、せい、ダイヤモンド。ちょっとサクサク行きますよ。あんまりね、時間をかけてはいられないので、こういうとこね、ほんと危ないので気をつけましょうね。チェストを発見しましたが、ウィザースケルトン、ウィザースケルトン、左右ウィザースケルトンです。危ない危ない。しっかりとね、引きまして、ここはね、こいつ来れないので、イェーイ、ザマーと言いながらね、しっかり倒していきまーす。あ、右、右、危ねえ、いい反射神経今の。いい反射神経だったけど、あ、危ねえ、もう、怖いってマジやめろ。さあ、ここにブレイズおりますので、ブレイズを、しばいてー、しばいてー。スケルトン、縛いていく、オッケー。さあ、チェスト2つ見えておりますね。では、チェスト開けていきます。オープン、ダメ。さあ、しっかりとクリアリングして、オープン、ダメ。さあ、しっかりクリアリングして、オープン、ダメ。マジで、アバラくんさ。アバラもね、静着ほどじゃないにしても、結構ね、確率低かったと思うので、マジできち。さあ、ここ曲がった先に、ウィザースケルトンがいっぱいおりますので、こちらをね、1体ずつ縛いて、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 しばいて、オッケー。さあ、しっかりとクリアリングをしまして、あばらもの、せーの、んー、ダメ。さあ、次、こっちですかね。さあ、こっち側はしっかりとクリア、ウィーンが、オブの、特にな、あー、まだチェストありますね。さあ、しっかりクリアリングをしまして、しっかりとクリアリングをしまして、大丈夫そうですね。あばら模様、んー、ダメ。さあ、ウィザースケルトンをしっかりとしばいて、しばいて、オッケー。で、なんか落ちた。なんか落ちました。ウィザースケートの頭蓋骨落ちました。やったね。まあ、多分ウィザースケートが上から降ってくることもないので、開けていきますか。開けていきましょう。オープン。ダイヤモンド。あー、この要塞なんか終わったっぽくないですか。この要塞終わりかもしんないですね。では、この要塞終わりです。はい、暴らなかったです。対戦ありがとうございました。ってことで、そろそろね、帰ろうと思います。え、ここ結構高いところなんですけど、古代の瓦礫出ました。すげえ。珍しいですね。古代の残骸出ましたね。古代の瓦礫なんて何本あってもいいですからね。ピグリン要塞を発見しました。なんていうか、突然ピグリン要塞を発見しました。さあ、ピグリン要塞を発見しましたが、これ何ですか？これも居住区っぽいですね。居住区かな？多分。ピグリン要塞で欲しいものって言ったら何？だって豚の花笛持ってるでしょ？あ、レコードか。まあ、一応レコードだけ見ていきます。多分ね、行くべきは向こうの塔なんですよね。
向こうの塔へ行った方がよくて、これさ、ソウルサンドバレーとごっちゃごちゃに混ざり合ってるせいで、もう何が何やらわかんなくなってますね。あそこのピグリンブルームをしっかりと縛いていきたいところ、あ、落ちてった。とりあえず、いるピグリン全部払拭していきますか。あ、ここにもチェストありますね。さあ、ここにもチェストありまして、周りにピグリンいなさそうですね。じゃあ、一旦ここのチェスト開けていきたいと思ったら、なんかいる。当たるんだ、それ。ということで、ここのチェスト開けていきましょう。オープン。金リンゴか。まあまあまあ、いらないっすね。ここですね、多分さっき見たチェスト。あ、これか本当に？じゃあ、チェスト開けていきます。オープン。豚の花風。あ、鉄ブロックもらっていきたいな。オッケー。とりあえず、見えてるピグリン全部しばきましたので、まあ、これでいいかな。では、ここのチェスト開けていきましょう。オープン。ソウルスピード2。ああ、まあ、2か。では、一旦、上へ参りまして、向こうの塔行きたいですね。とりあえず、要塞の一番上あたりまでやってまいりましたね。さあ、あそこにピグリンブルームいますので、ピグリンブルームの足元をしっかりと撃ち抜いていきたいところを、さあ、寄ってきてくれたところをしっかりと弓で縛いていきまーす。勝った！こいつらこんな HP 高かったっけ？おら、おら、もう一発、オッケー。この辺とかに降りたいけど、この辺。よし、さあ、降りまして、さあ、ピグリン降りますね。ピグリン降りますので、しっかりとね、処してから開けていきたいところですね。処せるだけ、ああ、どっか行った。さあ、向こうのピグリンも処して、処していくー。オッケー。じゃあ、チェスト開けていきましょう。オープン。金人参、金ブロックいいですね。こっちのチェストはオープン。お、豚の花風の装飾出ましたね。豚の花風は嬉しい。で、鉄ブロックも嬉しい。ソウルスピード1ももらっていきますか。あ、まあ、黒曜石と納黒曜石も欲しいですね。さあ、続きまして、こちらのチェスト開けていきましょう。オープン。ソウルスピード2。まあ。こっちのチェストはオープンと。あ、ネゾライト強化入ってますね。ラッキー。修繕いらない。どうしよう。この下多分まだあるっちゃありますけど、この下行く？この下にチェストがあるかどうかわかんないんですよね。せっかく来たならレコード欲しいですけど、あんまり無理もしたくないので、そろそろ帰りますか。あ、ここですね。さあ、帰ってまいりました。まあ、なんとかね、無事に帰っては来ましたが、収穫はなしって感じでしたね。はい、帰ってまいりましたが、このね、ポータル入る前に、必ず設定からビデオ設定、これね、このね、描画距離、ちゃんとね、下げておいた方がいいです。はい、ということで、今回はですね、ネザー要塞と、あとおまけでね、ピグリン要塞も行ってきたわけなんですが、いや、収穫ほぼゼロに等しいのがきっついですね。ソウルスピードとかも言うていらないしな。金ブロックが若干嬉しいぐらい。金ブロックが嬉しいってどういう事件って感じですけどね。いや、本当にあばら模様、きついよ。てか、ネザー要塞が全然見つからない。ネザー要塞もうちょっとあってもいいと思うんですけどね。なかなか見つからないもんですね。あばら模様も今後また探しに行きましょう。ということで、今回はね、収穫なしということで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。